本当の幸せはどこにもない。このことに気づいた人が初めて本当の幸せから生きられる。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 全世界78億5000万人の皆さんへ 100% 幸せ伝授、サトリッチマスター吉川貴博です。本日もお前ゴッドチャンネルへようこそおいでくださいました。こちらのチャンネルはお前ゴッド、お前が神だぜ、要するにあなたの現実はあなたの意識が作っている、あなたが神様ですよという宇宙の絶対的な真理をベースに、あなたの幸せが、愛が、豊かさがどこまでも広がっていくサトリッチライフの実現方法を分かりやすく伝授しています。今日のテーマは、本当の幸せはどこにもない。本当の幸せはどこにもない。本当の幸せはどこにもない。やかましいわって、ツッコミはスルーしますからね。本当の幸せはどこにもない。なんか絶望的な言葉に聞こえるかもしれないんですけども、この実は絶望こそが、本当の幸せの扉を開いてくれるんですね。このことを今日分かりやすく具体的に説明していきますので、で、今回この動画見ますと、本当の幸せが何かっていうことが深く深く腑に落ちて、あなたの幸せがどこまでも広がっていくことをお約束しますので、よう、神回最後までチェックラめだかんねということで、早速スタートしようかなと思います。本当の幸せはどこにもない。まあ、こう聞いてどう感じますか？ね、そんなことはない。こういった幸せがあるじゃないか。ああいった幸せがあるじゃないか。ね、いろいろとそういったね、幸せの定義っていうものが出てくるかもしれないんですけども、幸せって定義がないですよね、そもそも。その時その時によって幸せって変わってくるわけであって、ね、それを定義つけているのはこの思考なんですね。ですから、この思考を横に置いた時の幸せを探していないそのまんまのそのまんまの今こそが実は幸せそのものでしたっていうことになります。なんていうオチなんでしょうっていうね、本当に真理は笑えない大笑いできるどっちだろうみたいなジョークなんですけども、これを知った上でまんまをまんま見るっていうことを深めてください。僕の今の言葉だけではよく聞いたことがあると思うんですね。幸せの青い鳥の逸話もそうだし、そういった物語を描いているストーリーね、映画っていうものもありますけども、それを聞いただけでは、やっぱり体感が伴わないと、そうは言ってもこうじゃないか、ああは言ってもああじゃないかみたいな。で、その次元を超えた視点から生き出すことを、本当の幸せから生きるっていうことをね、につながってくるわけですね。で、この本当の幸せっていう、まず言葉が厄介でね、僕もしょっちゅう使っちゃってるんで、本当に先般なんですけど、別に戦ってはいないんですけどもね、僕もその罪を犯している一人なんですけども、真理を指し示すっていうのは、どうしても言葉を使わざるを得ないんです。ただ、言葉の中に答えはない。要するに思考のおしゃべりっていうのは言葉の世界の中での話なんですね。だからこの思考を超えたあるがままのありのままのまんままんまの今を感じなければ絶対に体感ができないんです。だからこそブルース・リーは考えるな、感じろっていう名言を残したわけですね。で、ありのままを見てごらんっていうのも、まあ、ブッダ、お釈迦様が伝えたことですよね。キリストも愛だと。もうすべては愛だと。そういったようなね、言葉を残してますけども、いろんな偉人たちがいろんな角度からすべて方便を使って指し示している。でもこれ最終的には、まんまをまんま、みーやしか言えないんです。で、ご自身で体感してごらんなさいっていうことなんですね。ですから思考を横に置いて、これは思考を否定するってことじゃなくて、思考は勝手にあるがまま、これもありのまま自動的に現れては消えていくものなので、
それすらもそのまんま幸せなんです。怒るがまま、あるがまま、つかまずにスルーして、そのまんまにしておけばいいですよっていうことなんですね。井上陽水のこんな歌知ってますか？探し物は何ですか？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？シャルウィーダンスマドモアゼルってね。ごめんなさい、なんかちょっと調子に乗っちゃったかな。ね、調子に乗っちゃったかもしれないですね。でもこの歌は真理どんずばそのものなんです。探しても探しても本当の幸せは見つからないんですね。探せば探すほど遠のいていく。ぐる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 探し続けて探し続けて、ああもうダメだって降参した時に初めて、なんだそのまんまでよかったじゃないか、あるがままでよかった、放っておけばよかった、そのまんまでよかったんだ、なるようになる、時の流れに身を任せていけばいいんだね。でこれも僕の言葉を教えとしてグッて掴んでしまうと嘘なんです。だからもうまんまをまんま見て、この真理を深めていけばそれだけでいいよっていうことですね。本当にこれ最初は思考がこんなことして何の足しになるんだ、こんなことしてるんだったら何かね、仕事のこう勉強になるような本読んだ方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかとかね、副業のための何かね、こう手に職つけて、なんかそういう時間を使った方がいいんじゃないかとか、いろいろとこう言ってくるかもしれないですけども、全部横に置いてまんままんまを見て、まんまの今、要するに、まあ、本当の幸せって言葉はないんですけども、あえてね、本当の幸せと一つになって、今と一つになってリラックスして今この瞬間を思い切り楽しんで生きていれば、いろんなことが自然と運ばれて、つながって運ばれて、つながって、ご縁がご縁を呼んで、あらやだ私ったら本当に幸せになってるじゃないの、わおわおわおっていうことになりますのでね。今日のテーマまとめますけども、本当の幸せっていう言葉を追いかけてしまうと絶対につかめません。それはなぜならば、思考が作り出したこういうのが幸せ、ああいうのが幸せっていう定義でしかないからです。本当の幸せは定義がないので、どこにも存在しない。要するにこの思考のおしゃべりが横に置かれて、まんまの今と一つになって今を楽しんでいる状態が、まさしくそのまんま本当の幸せでしたというオチでございます。そしてそれを体験するには、まんまをまんま見る、ここにね、スーパー究極のまんま見る瞑想法書いてありますんで、この動画を見ながらぜひぜひ毎日深めてみてください。来月1期からは新しいチャンネルを立ち上げることになりました。これもね、近々発表させていただく、もう本当に数日中に発表させていただくんですけども、10月1日から毎朝ライブ配信で、僕と一緒にね、瞑想をするっていう朝、ライブの配信の瞑想チャンネルを開設することにしましたので、ぜひぜひ、そちらもお楽しみなさってください。ということで、ご賞はお願いします。オーマイゴッド、お前が神だぜ、世界は一つ、サトリッチライフどこまでも広げていこうぜということで、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も本当の幸せなんて考えたことがないよ、だって本当の幸せそのものだもの。猫ちゃんどうぞはい、今日は交流会でございます。皆さんちょっと暗いんですけども、左の黒猫がルナ、そして真ん中がゼウス、そして右側のノッポがマルクでございます。マルクがルナの住処のゲージに入り込んでますよ皆さん、ね、えルナはね、うちのもともといた先住猫たちがね、全員大好きみたいでね、尻尾を立てて、まあ、マルちゃんも尻尾立ててね、すごいですね、友好的ですね、やっぱりみんなで一つですね、みんなで一つっていうのをこの猫たちが示してくれてますね。何してんの、まるちゃんは。ルナも何してんの、ね、何をしてるんですか、本当に全く意味がわからないですけど珍しくてしょうがないんですね。すいませんね皆さんね、ちょっとこの部屋散乱しちゃうんですよね。ルナとゼウスがゲージから出してあげるとね、結構暴れるんですよね。運動不足なんでね、特にルナが。
もうちょっとだね、ルナね。もうちょっとでみんなと一緒に生活できるからね。ちょっとずつちょっとずつね。なになに、ゼイちゃん何、ね、うん、かわいいね、ルナはいいやつで、チップをピーンって立てて大好きだよって合図してるんですよ。皆さん知ってました？尻尾ピーンって立ててるのは愛してるよのサインですよね。本当にそう。おー伸びたね、うん、ルナかわいいな、まるちゃんとよかったよかった。以上交流会でございました。ありがとうございました。